こんにちは、メイクアップアーティストのありさです。今回の動画はビャーン、私が持っているアイラインの中で一番崩れにくくて持ちが良くてパンダ目になりにくいアイラインナンバーワンを決めたいと思いますね。最近はさ、もうどこのメーカーも泣いても取れないとかパンダ目にならないとかね歌ってて、もう正直どれが一番いいのか分かんないです。はい、分かんないからね、こんなにたくさん集まったわけですけど、皆さんも知りたくないですか？私は知りたいです。はい、もう完全に私が知りたいからこれを動画にしてるだけなんですけど、やっていこうと思います。全部で8メーカーあります。色はいろいろあるんですが、まあその辺はご了承ください。ではまず最初に私の最近の期待の星、モテライナー、こちらからです。これはね、すっごく持ちやすくて、筆もね、こんな感じで繊細です。もう滑らかですね。太い線も描けるし、気を立てれば細い線も描けます。切開ラインとかもすごく描きやすい。ヒロインメイクから出ているアイライン、パッケージがね、泣いても落ちないね、すごく安定した描き心地です。ただ細い線はどう、まあ細い線も立てたら綺麗に描けます。しっかりね、色がつきます。はい、続いて K パレットのリアルラスティングアイライナー、これ私が一番好きなものです。はい、長年愛用してきました。安定して描きやすいです。筆がね、太いので、太いしっかりしたラインが描きやすいです。細い線はちょっとね、毛が太いので描きづらい。続いてダズショップ、ダズショップ、すごい滑らかな描き心地で、これもいいですね。続いてキスミーフィルムのラスティングアイライナー、滑らかな描き心地。はい、続いてアバンセジェリエジェリエ、色はネイビーです。ファイナーなメーカーですけど、ドラッグストアとかで売っているアイテムです。こんな感じで、もう描きやすい。リアルラスティングライナーを除いてほとんど描き心地は似てます。続いてこれ100均のアイライナー、エスポルールカラーアイライナー、これが一番だったらびっくりしちゃうよね。唯一こちらがフェルトタイプなのでブレにくい素材になります。これはね、実は最近買ったばっかりで初めて使います。 E アップのシルキーリキッドアイライナーです。これが一番描きやすいかも。すごい筆先のね、力加減っていうか、こうスーッと引いただけで色がはっきりと出ます。はい、以上全て塗り終えました。ではでは始めていきましょうか。まずこすれです。10回こすってみましょう。アバンセジェリエジェリエがちょっと色落ちしています。このアバンセ以外はしっかりと色がついています。次、水を垂らしてみようと思います。おお、何も変化はないです。こすってみましょうか。1、2、3、4、5、やばいですね。アバンセのね、色がもうガーってなっちゃった。アバンセと100均のラインはもうすれて取れてきています。この子もちょっと怪しいかな。キスミーフェルムも若干かすれています。他はね、大丈夫そうかな。ただモテラインもね、気持ちかすれてる気がします。では次、皮脂、皮脂を想定して乳液をつけます。では1、2、3、4、5、はい、こんな感じでアバンセがもうかすれています。で、100均も若干色が薄くなってきて怪しい。まだこの段階ではわからないので、もう一回回数を1、2、3、4、5、
お、これでちょっと明らかに変わってきましたね。期待だったモテライナーかすれてます。スミーフェルムもちょっとかすれてる。明らかに色がピシッと残ってるのはリアルラスティングアイライナー。あとはね、ちょっとこう薄くなってきています。回数増やしてみましょう。1、2、3、4、5、今15回目こすったんですけど、モテライナーほぼ取れましたね。キスミーフェルムもちょっと残ってるけど、もう取れてます。ここに来てリアルラスティングライナーがちょっとカスカスになってきた。だけど一番残ってます。はい。で4番目、5番目、6番目、7番目、8番目はもう取れています。もう一回いきます。1、2、3、4、5。はい、もう今20回目。まだリアルラスティングかすれてきたけど残ってる。以上のこすれ、涙、そして皮脂の耐久性があるものはダントツ K パレットのリアルラスティングアイライナーでした。最後、落としやすさ、お湯でオフのしやすいものはどれなのか見ていきましょう。はい、それではお湯で落ちやすいものどれなのか見ていきます。いやー、ふー、使ったらちょっと熱い。うん、お湯だけでは別に意外と落ちない。あー、やばいやばい。こんな感じです。オフのしやすさで言うとアバンセ、はい、この5番目がオフしやすいで、リアルラスティングアイライナーは意外と落ちなかった。頑張ってこすれば取れてくるけど、まあ、一番落ちやすいのはこの5番目ですね。以上の検証の結果からリアルラスティングアイライナー、これがもうダントツ1位でした。だって書きやすさも申し分ないですね。これに慣れてるから私は書きやすいと思うのかな。だけど本当滑らかな書き心地です。もうこれは完全にリピートします。このモテライナー、他のねアイラインと比べてこれがねちょっとだけ高いんですよね。これがなくなったらもうリピはないかなと思っちゃってます。ヒロインメイクもね落ちましたね、普通に。うん、でも色はねしっかり黒が出るので和装の時に使いたいと思います。インラインはリアルラスティングアイライナーにして、目尻とか太さを出す時はこのヒロインメイクでがっつりアイラインを強調したメイクの時に使いたいと思います。キスミフェルムと100均、あともうアバンセはもう論外でしたね。はい、これはアイラインとしての役目はもうない、落ちやすい。最近この買い足したね D アップ密着リキッドアイライナー、これもね色がしっかり出てとても良かったけど、やっぱりね乳液で即綺麗に落ちてましたからね、まあ、これもリピートはないです。という感じで最後ね、ちょっと辛口のコメントについついなってしまいましたが、私の2017年のベストコスメであげたこの K パレットのリアルラスティングアイライナーが私の見解が合っていたようで、やはり落ちにくいナンバーワンでした。もうこれからもまたリアルラスティングアイライナーを使っていこうと思っています。ちなみにね、このワーストナンバーワンのアバンセジェリエジェリエネイビー、はい、これはねあのお客様でねサバアレルギーの方がいて、普通のアイライン使うと痒くなるっていう方がいたんですね。けどこのアバンセのアイライナーだけは痒くならないっておっしゃってて、そうサバアレルギーの方におすすめのアイラインです。という感じで、はい、以上私が持っているリキッドアイライナーの中でナンバーワンを決める検証動画でした。はい、自己満で私が一番楽しんでいました。皆さんのリキッドアイライナー選びの参考になれば嬉しいです。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。少しでも参考になれば高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。